なんかパンやああいうパスタのものでお昼とか夕ご飯で食べることも機会も多いから、なんかお米は一日一食食べさせたいなっていう、家族に食べてほしいな、まあ、自分がお米好きっていうのもあるけれど、卵焼き入れると固定されるし、まあ息子が卵焼きおいしいねって言ったのが一番大きいけど、あの卵焼きは入れます。一応漏れるの嫌だからこう置いて、パタッパタッと。楽しいねこれ、春巻きみたいな感じ。ここに入れる。わお、あると、気づいた時にやってやると便利。この後、お野菜入れて、ケチャップ入れて、スープにするだけで美味しい。あの夫がお土産何って言うと崎陽軒のシューマイって言ってて、なんかあのちっちゃいこのパックで
一個一個見てるうちに可愛いと思って。